株式会社長屋園は、お茶漬け海苔、ふりかけ、味噌汁等を製造、販売する、食品メーカー。キャッチコピーは、味一筋、長屋園で、味一筋は、企業理念にもなっている。本校では、持ち株会社改善の長屋園を呼び、持ち株会社化に再始新設された、事業会社である長屋園について記す。長谷園の起源は、 江戸時代の山城国湯屋谷,谷村で煎茶の製法を開発した長谷総七郎に遡る。製茶業や茶料の切り売りなどを経た後、1953年4月、総園の十代目にあたる長谷義雄によって創業された。1952年から発売が開始されたお茶漬け海苔で長谷園の経営を不動のものにした。業界で初めて、 フリーズドライ方式の即席味噌汁を開発したのも長谷園である。また、現在は撤退しているものの、天ぷら専門店、天ぷら店など、外食産業も手掛けていた。歌舞伎特有の名キャップである熊取りの一つ、鈴熊を登録商標としている。その他、事業所所在地を参照。大相撲での検証幕1953年の創業以来、 コーポレートアイデンティティとして、長谷園のロゴ表記は、行書体を使用しているが、2004年に、現在のブランドステートメント、味一筋、長屋園が導入され、長谷園の上に、味一筋の文字が入り、下には、長屋園の英文表記の N をモチーフにした、力強い躍動感のある、N が配置されている。テレビを中心に、全国規模のマーケティング、 広告を積極的に行う企業である。テレビコマーシャルなどでは、N の文字が早く描かれるアニメーションとともに、お茶漬けのりを振りかける、さっさっ、という音を表現した、サウンドロゴが流れる。また、大相撲の検証にも提供していることでも知られ、呼び出しが身につけている、着物の社名広告も担当している。大相撲力士では、これまで、神山大五郎、貢献。 森清彦、照ノ富士春野が CM 出演していて、現在は遠藤清大が CM 出演している。お茶漬けふりかけおむすびの素即席味噌汁を吸い物、スープ即席ちらしずしの素チャーハンの素惣菜の素など、麺類、お好み焼き小甘味、デザートケーキミックスその他、シリーズ単位などなどを主に、子供向け番組に関連した商品を多く製造、販売している。 キャラクター商品には、菓子等と同様、シールなどのおまけがついている。マリオ関連商品は工術体アップの子を帰ってきた、マリオブラザーズも参照ドラえもん茶漬け、ポケモンお茶漬けにはそれぞれ、ドラえもんとピカチュウの形をしたかまぼこが入っていた。1980年代後期より、 日本食料新聞社主催の食品ヒット大賞などをはじめ食品関連の賞に数多くノミネートされており受賞歴も多い。以下はその主な受賞。長屋園の CM は食事のシーンをダイナミックなカメラワークと音で表現したものが多い。特に1998年頃より放送された熱々のお茶漬けをひたすら書き込む CM は話題となり、 囲碁た商品でも似たような CM が作られた。また30年以上にわたって出演した、和田明子と同じホリプロ所属の俳優、タレントも多く出演している。出演中テレビ CM 出演者過去男性女性など、現在、すべて定期枠では提供されていない。ほかほかほか長屋園は2000年から大相撲の、懸賞金を出しており、 オーナー企業らしく一場所あたり200本以上もかける大口スポンサーである。土俵上を長谷園の検証幕が巡る光景は NHK のテレビ中継でもたびたび目にすることができる。CM には東韓部屋所属の貢献さんや貢献生が出演しており、貢献生の CM 放映にあたっては彼の取り組みすべてに5本もの検証がかけられていた。 後見生は引退した後も、振り分け親方として CM に出演している。現役力士では2019年現在は遠藤が CM 出演している。など、ありがとうございます。